議長。辻元議員、それでは再質問を行います。まず査定ボーナス、査定昇給制度についてでございます。この制度そのものについては、私は公務労働の場にこういった制度をですね持ち込むのはどうなのかなというふうに思うところでございますが、まあ、もうすでに実施をされておりますから、その実施の状況についてしっかりと検証していきたいというふうに思うところでございます。でそもそもの目的がですね、先ほどの答弁にも一部ありましたけれども、頑張る職員が一層頑張る仕組みにするんだと、頑張る職員が一層頑張る仕組みにするんだということなんですが、これ制度を導入して具体的な効果はあるんですか。中島総務部長。総務省でございます。効果という点でございますけれども、これまでの導入後の評価結果におきまして、通常 B 評価、これ標準でございますけれども、これよりも低い C 評価となった、ま、職員がですね、その後頑張って、当初の目標を上回る業績を上げまして A 評価になった事例、あるいは、A 評価となった職員が引き続き頑張って再度 A 評価を取ったという事例もあるなど、職員のやりがいが意欲の向上に一定の効果があるものというふうに考えております。以上です。森本副市長。副市長でございます。ただいまの、辻元議員のご質問でございますけれども、やはり私どもは、最小の経費で、最大の効果を発揮をする、市民サービスの向上のためにそういうことが求められていると、これはもう法律で明確に謳われております。その意味でやはり私どもは、その先ほど冒頭のご質問でおっしゃいました成果、いわゆる売上的なものではなくて、いわゆるその市民サービス向上のためにどれだけ課題を解決していくのかということが問題になってこようかというふうに思っております。その意味で部長は部長、次長は次長で、しっかりその部長として次長として取り組むべき課題を明確にして、それをどのようにクリアしていくか、実現をしていくかという、そういう観点で評価をしております。そういう意味でまだまだ具体的な成果、これがというのはなかなかすぐに今お示しできるというものは少なくございますけれども、そういったとこから一つ一つ問題を解決して市民サービスを向上させていくと、そういう思いでやっておりますので、また問題が、例えばこういうところを改善した方がいいというものについては中で十分検討しながら運用していきたい、そのように考えております。以上です。議長。辻元議員。頑張る職員が一層頑張るようになるというのは、モチベーションのアップというのがやっぱり一番必要だと思うんですが、そのモチベーションアップにつながっているんだろうかというところが非常に大きな疑問があります。で課題ということですけれども、これ市の部署の中にはですね、例えばですね、何か物を作るところもあれば、何も起こらないのがいいところもあるんですよ、実はね。で市民の皆さんと直接接するところもあれば、全く接しないところもある。でそういう意味でですね、課題っていうのはそれぞれの部署によって違いますし、難易度も違うという中でね、これを一律にこう評価をするというのは非常に難しいと思うんですね。でありますから、本当にこういう制度をやることで職員の皆さんがもっと頑張ろうと思うようになるんだろうかというところなんです。で、この制度を実施されまして、部長級と次長級の方々がそれぞれ評価をされているというところなんですが、例えば昨年の12月の期末勤勉手当で、S とか AA とか ABCB、まあ、こういった6段階の評価基準ありますけれども、それぞれの評価、どれぐらいの人数の方がこういう評価になったのか、で昨年の仕事ぶりが評価されるのは今年の6月のボーナスだったと思うんですが、まあ、その辺の数字も合わせて、お聞きしたいと思います。中島総務部長。総務長でございます。評価結果の ABC
の割合というようなものご質問でございます。27年12月のボーナス時におきましては、例えば部長級ですと27名このうち A が3名 B 22名 C 2名でございます。本年6月の分につきましては、対象職員22名部長級22名 A 3名 B 16名 C 3名でございます。辻元議員、A と C とですねバランスよくこれ人数がいるんですね。これこの評価基準はどういう評価でやられているのか、相対評価でやられているのか絶対評価でやられているのかどちらですか。中島総務部長。総務長でございます。評価につきましては実績に基づく絶対評価といたしているところでございます。議長。辻元議員。ただこの数字を見ますとですね相対評価になっているんじゃないかというふうに思うわけでありまして、例えばですねこの評価をする際に、まあ A 以上ですねプラス評価 C 以下をマイナス評価というふうに表現するとしたらプラス評価とマイナス評価のバランスを取りなさいという指示が市長から出ているということはないですか。中島総務部長。そういう指示は出ておりません。以上でございます。